いけたたたた。皆さんこんにちは、ジェシオルグルだ。いやいや、はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイターシャトル輸送機の続きになります。前回の動画でこちらのシャトル輸送機を組み立てました。思ってたより結構小さかったです。ただこのスペースシャトル機がこのトレーラーよりすごいクオリティが高かったのでめちゃくちゃ良かったです。はい、今回の動画はこちら、こちらのヘリコプタートランスポーターを組み立てます。はい、こちらのスペースシャトル機の動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、完成、ヘリコプタートランスポーターです。おお、これはなかなかかっこいいです。だいぶ前にレゴシティのバギー作ったんですけど、ちょっとあれを思い出しました。はい、全体はこのようになってます。そして前回シャトル輸送機組んで分かったんですけど、やっぱこれもなんか思ったより小さいです。ちなみにこれ幅どうなってるのかというと、はい、こちらです。正面の幅は完全にシャトル輸送機とほぼ一緒です。シャトル輸送機の時はワインレッドが基調になってたんですけど、今回のこのトラックは白色と青色がベースになってます。はい、近くで見るとこんな感じです。タイヤがついてますので転がし走行で遊ぶことができます。では続いてはこちらのヘリコプターを見ましょう。ヘリコプターの大きさはまあそれほど大きくないんですけど、パーツが結構使われてるので結構細かく再現されてます。ヘリコプターはここの部分がこのように稼働して、上のプロペラ部分も上のプロペラもこのように回転します。ではこのヘリコプターをこちらのトラックに乗せます。乗せ方は簡単です。このまま置くだけです。はい、乗せてみるとこんな感じです。でこのまま動かしても落ちることはありません。これはよく考えられています。でこのままトラックの上から、はい、このように遊ぶことができます。はい、レゴクリエイターシャトル輸送機のヘリコプタートランスポーターはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターシャトル輸送機のヘリコプタートランスポーターを組み立ててみました。このトラックの大きさは前に作ったシャトル輸送機とほぼ一緒なので、てっきり、大きいかなって思ってたんですけど、やっぱ小さかったです。まあ個人的に言えばこのトラックよりこのヘリコプターが結構良かったです。はい、今回の動画まだまだ続きます。じゃあ次の動画ではこちらのキャンピングカーを組み立てます。以上、ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ